はいどうも、ご無沙しております。ワッフルでございますけどね。今日はね、もうご紹介したいものがありましたね。これもちょっと見てください、これね。CQ ハムレディオね、えー。2020年5月号。アンテナチューラーで楽しもうですけどねもうね。これはね、いいです。あの、タクテレさんもね、実験大好き MNL さんもねあの、詳細にご紹介いただいてると思うんですけど、これはいいです。あの、僕、迷子買ってね。しかもあの、アマチュア無線家さんに行 で、買って、まあ、お店さんの人と話してる。もう、そのルーティーンになってるんですけどね。これはいいです、ほんと。ぜひね、皆さんね、買ってみてください。もうね、ちょっと、どれぐらいいいか僕はね、延々と喋りますけどね。まあね、あの、ちょっとね、あの、まあ、皆さん、卓帝さんの動画とね、MNS さんの動画ね、あの見てくださいねずで。僕はそのね、伝えたいことを言いますけど、まあ、木次はね、ちょっとね、説明しておきましょうかね。えそ、ー、うですね。目次こんな感じね。こんな感じね。 で、今あ、んま見せてもあれなんですけど、アンテナチューナーの活用特集がいろいろあって、で、まあ、HF 移動運用ね、ばしってやるとかね、あと、初心者がね、あの、うちみたいにね、あの、アパマンでね、アンテナチューナーできへんか、とかね、いろいろそう言ってね。で、あの、MNL さんの記事もあって、一戸建てハムのアンテナチューナー活用とか、あの、 エメレール局は、あおうちね、あの一軒家だそうなんでね、やってますねと。でうちはあの集合住宅なんで、非常に勉強になると。で、当局はね、実はアンテナ中、結構好きでたくさん持ってて、CG3000、えー、FC40 CG、H705 FC、ATU100、あと3つぐらい持ってるんですよね。で、全部いろいろ用途に応じて使い分けてて、だから、八の無線機使うときは、FC40 なんですよ。705のときは、H705 ね、自動的にね。 で、お家で200ワットとかぶっ込みたいときね、まあ、うち100ワット免許ですけど、CG3000 がね、200ワットに入るんでね、あれ使ってると。で、えっと、あの釣りざおがね、実はね、えっと、AT100 でもね、ある程度いけるっていうのは最近分かったんで、AT100 もね、場合のうちで使ってますと。うん、がその辺ですね。はい。で、アンテナチューナーの動画出すと、必ず質問が来て、内蔵のアンテナチューナーと何が違うんですかという質問ね、よくいただくんだよね。 書いてあります、書いてますね。これ、詳細は本紙読んでください。もう、アンテナチューナーって言葉にちょっとね、ピンときたりしたら、これ、990円なんで、もう買っちゃいたいいと思うんで、ずっと何回も読めると思います。僕ね、もうこれは、実はボロボロじゃないですか、もうね、かなり読み込んじゃって、もうね、もう本当ね、僕、扱いが悪いっていうのはあるかもしれないですけど、もうボロボロなんですよ。 でね、これね、各筆者の皆さんも非常にね、えー、いいです。あの、特にね、MNL さんの記事ね、ちょっとパラッと見せますこれね、あの、YouTube のね、リンクとかね、あの、こう、QR コードで入っててね、だから、紙面見ながら動画もチェックできるって仕組みになってて、いいですね。いい工夫ですね。はい。で、他にもね、いい記事いっぱいあってね、何が良かったかっていうとね、あのね、当局のフレンド局さんがね、これね、ちょっと執筆されてましてね、 はい、あのね、フレンド局のね、JG1VBZ さんがね、車載用アンテナ設置台のアイディアっていうことで、ね、これでハイエースの上にね、もう直でね、あの、ヤギ当たり乗るんですよ、スタックのヤギが。で、こうやって、あのローテーターをね、差し込むね、えー、棒を作っといたらね、あの、キャリアにビシッと乗りますよっていうね、いうのをね、作られて実践されてるんですよ、ね。で、も GP3 分で立つって話なんですよね、これね。いいでしょう、これね。これね、めちゃめちゃ勉強になると思いますよ。 ねえ。で、ほら、1200の焼きも,も振り放題だと。これはお稼ぎいただけると思うんですよね。で、意外とね、あの、地上高なくてもいけるアンテナってあるじゃないですか。だからそういうのね、もうこの屋根は直でいいんですよ。言うたらね。あとね、あのね、VBZ はね、そのスイスクワット使いこなされててね、これで結構 DX やってるんですよね。これコンパクトですからね、上げるのも一瞬ですしね。だから、背の高い車だったらこれに脚立でいいし、 しかもね、これね、1200のね、ループにね、GP を上に乗せてね、もうマルチバンドとかで、ね、もかっこいいんですよね。これ、スマートフォーのね、もう実践編だと思うんでね、もうこれだけでも見る価値があるしね、あとね、このね、50メガのね、このなんか、えー、ベンド型アンテナって、これも面白いなと思って、もうね、面白い記事しかない、今回ね。ほんと。ぜひね、買って読んでください。あのね、概要欄にリンク貼っとくんでね、もうぜひこれはね、ご購入いただきたいと。 でねあのフロックフロックハンくィキく、アンドポーターブル機ねあの、東京もねハンディ半滴めちゃめちゃ持ってますけどね、えー、もう大好きなんでね、いろいろ遊べると。特に東京、移動用ばっかりじゃないですか、だからね、本当はもう、小ね持っててもしょうがないんだけど、<laughs> そんな感じでやってますんでね、はい、ありがとうございます。ほんじゃあね、えー、CQ ハムラジオね、えー、2024年5月号かな、5月号ね、5月号,はね,5月号はね、皆さんと一緒に読みましょうということでね、あの感想とね、えー、コメントお待ちしてます。 えー、よかったらね、チャンネル登録、高評価もお願いしますということでね、もう本当、今回はもう、激烈のおすすめです。以上です。ありがとうございました。センデスリー